本日は、お笑いなし、お酒なしでちょっとご報告がありまして、タイトルで正直に話してるんですけど、今までのホラー系の動画の心霊現象がほとんど、はい、自作自演でした。すいませんでした。ちょっと我々もちょっと必死でして、こういうのだったら見るんじゃないかなと思って、まあちょっと考えてやってしまったんですけど、9割5分はあれ全部自分たちでやっているやつです。まあ、ということで、ちょっといつまでも嘘をついていたらいけないかなと思って今日動画にしたんですけど、一人ずつちょっとちゃんと反省の弁を述べていこうと思います。はい、じゃあターボーさんからお願いします。ホラーナイトの編集をしている時に罪悪感感じるなと思いつつも、変な効果音入れてみたりだとか、あれは全部気晴らせでした。申し訳ありませんでした。陽平さん、はい、いつもグレーの男性の近くに座っているんですけど、近くに座ってるから取り憑かれやすいだろうみたいな、そういう錯覚を利用して自分はちょっと左肩を重いみたいな演技でやってました。すいません、誠にすいませんでした。じゃあノリさんですね。すいませんでした。じゃあ大輝さん、ファンのみんなにこういうこと言うの申し訳ないと思うんですけど、とにかく本当申し訳ない気持ちでいっぱいなので、すいませんでした。コメントでも書かれてましたけど、まあ、やらせじゃないですっていう説明もしてましたけど、結果やらせだったので押し入れとかも開けられなかったし、ここまで嘘を長引かせてしまったかなっていう所存でございます。これからはホラーとかは一切やらないっていう方向でみんなで話し合って決めましたので、普通に YouTube やっていこうと思います。楽しみにしていた方は、いや申し訳ないですけど、どうかお許しください。全然笑わない。いや、心だけ全然笑わない。いや、ほんとなんかもう人間ってもうなんかそういう感情あるよね。でもじゃあもう次笑ったらもうネタバレします。うん、エイプリフール。これがエイプリフールの企画ということは、僕たちのホラーは安全に 100% ガチというか、ガチで本当よ。マジでマジで、マジで。まあまあまあ、一部のね信じてない方申し訳ないですけども、すべてガチです。真実です。ネタにしてるじゃんってガチです。ガチです。触れないですから。しかもあの頑張って頭をフル回転させてやらせっぽいこと探したけど、押し入れ開けないってことしか出てこない。押し入れ開けないのも開けた瞬間にあのお金かかるんで、はい、借りてるんでね、勝手にそう借りた家を壊したりすると余分なお金が、すごいお金がかかるんで、他もなんかやってないこと探してたんだけど、俺らもうガチだからゆえにめっちゃリクエストに答えてる。確かに、確かに、ね、カメラとかも設置してるし、これやってこれやってても結構バンバンやってきたから、やってますね。無理だ。なんせ生放送でもそう、誠さんの生放送、そっちでバンバン現象来た。はい、まだマシンじゃないよって方はもうそっち見てくれれば、はい、誠さんが左肩重いって言ってる時も俺らもう笑ってないですから、ね、あ、ガチだからね。ほんとにマジで、そう、俺でもしたくないです。できないですから。はい、はい、なんか聞こえたな。違う、物音みたいな、キャキントントン、そう、物音みたいなの、え、キンって聞こえた。何もしてない。こんな感じですからね。そう、こんな感じなのよ。これは何ですか、何ですかね。最近はそんななんかガチやべえってのないですけど、うん、まあそうだね。前まあそれか俺らがまあ本当に麻痺って免疫ついちゃったのか。現象は結構多いけど、ちょくちょく声とかはして動画とかにも映ってはいるんですけど、夏がやっぱ多かったね。夏多かったね。だから僕から徐々にやべえのが増えていく可能性はあるんですよ。ちゃんと夏が多かったんですよ、顔がつりつったやつとかも。確かにな。ということで今年の夏にかけてもまたやばいことありましたら動画にしていきますので、はい、ホラーはやめませんよ。やめない、ちゃんとやるからね。動画あげますよ。やめませんよっていうか、起きたら出します。はい、はい、で明日ホラーナイト上がりますので、別件でやばいのがありまして結構怖いですので、はい、皆さん楽しみにしていてください。今日も日本は平和だなと思ったら、チャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。お願いします。お願いします。それでは、来年のエイプリルフールでお会いしましょう。来年バスティーズ、困った時のバスティーズだよ。ラブ&ピース、それについて詳しく、ラララララ&ピース、ラララララ&ピース、ラブ&ピース、ラブラブラブ&ピース。最初に笑った人はもう罰金1000円です。それでお願いします。笑わなきゃいいんやろ。笑ったね。はい、進まないから。ほとんど自作自演でした。2000円。あー、これはひどい。すいませんでした。
限界すぎるよ。前の動画で言ったと思うんですけど、ちょっと待って、お前喋り方違いすぎない？髪型もふざけてるし。じゃあいいんだよ、それはしょうがない。それはもうさ、涙抜ける。